エット・オレ・グラチスは、イタリアの指揮者、作曲家。1915年、ラスペツヤに生まれる。パルマ音楽院でバイオリンを学んだ後、ベネツヤ音楽院でピアノと作曲を学ぶ。さらに、キジアーナ音楽院で作曲を、ジャン・フランチェスコ・マリピエロ、指揮法を、アントニオ・ガルニエリに指示し、1942年から、ベネデット・マルチェロ企画アンサンブルの指揮者として、活動を始め、 1948年まで勤めた。1948年から1950年までは、フィレンツェ5月音楽祭の主席指揮者、1950年から1959年まで、ミラノのポメリチムジカーリの指揮者、1959年より、ベネツィアのフェニーチェ劇場の音楽監督を歴任し、かつての母校である、ベネツィア音楽院でも、教鞭を取った。また、 ロンドンフィルハーモニー管弦楽団、パリ管弦楽団、イスラエルフィルハーモニー管弦楽団など各地のオーケストラに客演している。レパートリーは広くバロック古典派の作品の紹介に努めるとともに現代音楽にも関心を寄せ多くの作品を初演している。1992年にトレビーゾで没する。残された商業録音のうちでは アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリと共演した競争曲、ペルゴレージのスターバト・マーテル、ガエターノ・ドニゼッティのオペラ、ドン・パスクアーレなどが有名である。ありがとうございます。